ディール設計の梅澤です。今回はスティーズ CTSV-TW を紹介します。今回の製品には CTSV スプールを搭載しています。 CTSV スプールとは現行の SV スプールに比べて π30mm となり小口径のスプールのことです。小径化することで立ち上がりの良さが T3 エアのような最高級ベイトフィネス機に匹敵するようになりました。フィネスから重たいルアーまで幅広いルアーウェイトに対応することができるようになりました。糸巻き量は12ポンド70メートル、14ポンド60メートルです。太い糸から P ラインまで使える強度を持っています。スプールの内壁にはラインキャパシティの4分の3、2分の1を示す溝があります。ベイトフィネス専用で使用する場合、2分の1のハーフライン以下で巻くことでより快適に使用することができます。今回のリールにも TWS を搭載しています。 TWS と CTSV スプールの相乗効果によりライントラブルなく幅広いルアーに対応しています。スプールを小径化することによりハウジングサイズをコンパクト化することができました。重量は 150g です。スプールギアを支持するパーツはフルメタルハウジングで剛性も十分あります。サイドプレート、フレームはマグネハウジングで、スプールを支持しているセットプレートはアルミハウジングです。コンパクト化することにより、ターニングが軽くできるようになり、手首の可動範囲が広がって、キャスタビリティと操作性が良くなりました。ギアはスティーズ A のギアを搭載していて、ハウジングはコンパクトでもタフになっています。ゼロアジャスターを搭載しており、スプールの位置をゼロ設定することで実調中の誤作動はなく、全てのルアーをマグダイヤルの調整だけで快適に使用することができます。